ご乗車くださいましてありがとうございます。このバスは県立病院高松線中町経由県立総合病院行きです。次は新静岡三幸町です。愛する人に寄り添い、大切な時を静岡三幸町停車します。お忘れ物にご注意ください。両親を早めにお済ませください。船乗りでお悩みの方、目立たない矯正装置のエンゼル矯正歯科小児歯科は極小スクランブル交差点です。急なお怪我や関節が痛む、スポーツに力を入れたい、産前産後のケアを受けたい方、心接骨鍼灸マッサージ院は瀬戸場から高城方面へ徒歩3分です。静岡ジュニアカレッジは意欲的な生徒のための理系学習塾、ジュニカレで検索してください。ハローエブリワン。英会話のイオンでは 70% が初心者からのスタートです。初級者クラスが充実のイオン静岡校は極小スクランブル交差点すぐ、無料体験レッスン受付中です。
乗車ありがとうございました。新静岡人気車です、どうぞ。北側病院です。それでは座ります。お近くの席は取りください。左前です。右車内で発車します。ご乗車くださいましてありがとうございます。このバスは県立病院高松線中町経由県立総合病院行きです。次は県庁静岡市役所葵区役所、県庁静岡市役所葵区役所です。県庁区役所停車します。岩崎大地をご利用の方はここでお降りになるの便利です。ご乗車ありがとうございました。県庁区役所どうぞ。左前です。右車内です。はい、失礼します。どうかお元気です。次は中町。中町日赤前です。日赤東京中町日赤停車します。大阪専門医の呉服町土屋内科へはこちらが便利です。静岡医師会検診センターメディオンは呉服町タワー2階です。処方箋調剤は日赤裏呉服町通りの青葉薬局へどうぞ。ご乗車ありがとうございました。中町に一席どうぞ。